ローカル線が連れて行ってくれる日本全国のいいところ、始発駅から終着駅までガイドブックに載っていない名所探し、絶景にいい宿、おいしいもの、地元の人しか知らない素敵な場所を聞き込み発見していく旅へ、いざ出発。今回の旅の舞台は JR 鹿児島本線と佐賀の鳥栖駅と長崎駅を結ぶ長崎本線。九州北部を行く春の3時間スペシャルです。いいね、なるほどなるほど。2組の旅人がリレー形式で2泊3日、15の名所登録を目指します。この駅でおすすめの場所、この駅の周辺です、周辺です。聞き込みだからこそたどり着けた穴場のスポットが続々。ちょうわー、出た出た。ご当地自慢のとっておきグルメも堪能。すごいね、うわうわ、ふわふわですね。うなぎのタレにちょっといいね。山あいに佇む湯治の宿では露天風呂を満喫。おー、いいですねこれ、修行僧。うそー。しかしお店をお休みすることになりました。マジで取材をさせていただくことはできないかなっていう。断る。どこ。行き当たりばったりの旅ゆえハプニングも続出の2泊3日、予測不能の展開の中、タイムリミットまでに無事15個の名所登録を達成できるのでしょうか。それでは参りましょう。出発ローカル線聞き込み発見旅3時間スペシャル。旅の始まりは福岡県福岡市博多区。今回は九州最大の利用客数を誇る JR 博多駅を始発とします。博多にはよく来られ、一組目の旅人は、あのお笑いの先輩がよく来る。よく来ますね。そうか、ここ登録したらさ、もうここだけで全部今回15個、はい、15個見つかっちゃうよね。15個以上ある。前半戦は男2人旅、俳優の相島和幸さんと熱血キャラで人気の芸人あばれる君は聞き込み発見旅初参戦。今回は JR 鹿児島本線から鳥栖駅で長崎本線に乗り換え長崎駅を目指します。駅数は53、総路線距離 160.6 キロ、福岡、佐賀、長崎と3県にまたがります。旅の目的は地元の方に聞き込みし15の名所のオリジナルガイドマップを作ること。今回は2泊3日の旅、相島さんとあばれる君が前半を担当、その後松本明子さん、森尾由美さんと合流し、旅の後半戦は女性2人が引き継ぎます。前半戦の旅のプランは事前に相島さんが決めました。まず一番最初泊まるの、トフーロー南。ほう、トフーロー南、ここに行きましょう。え、これ名前で選んだってことですか。名前で選んだ。 なぜかっこいいとか。かっこいいなって、なんか歴史的な何かがあるんじゃないのかなと思ったんで、はい、とりあえずここお願いします。はい、まずは名前から歴史的な何かがあると相島さんが予想した7つ先のトフーロー南駅を目指します。どっちだ。なんか在来線っていうんですか、こういう初めての経験。そうか、いつもは新幹線とかで、そうですね、バーって行って。あ、すいません、来ましたけど、どっちかっていうとスタイリッシュですね。あー、ほんとだ、かっこいい。うわー、かっこいいわ、敬礼して迎えて。運転手さん交代ですって。すいません、
うございます。じゃあちょっと座りますか。座りましょう、うん、よいしょ。いやいい匂い、あいいわ、あ座り心地いいわ。それでは2泊3日の聞き込み発見旅スタートです。鹿児島本線のルーツは明治時代、最初に福岡の門司港と熊本の八代間が開通。現在は肥薩オレンジ鉄道を経由し九州を縦断しています。今回3時間スペシャルだよ。3時間、嬉しいね。だから美味しいもん食べて、でいいとこは泊まって、歴史も見たいです。いいですね。いい旅館見つけられたらそこに泊まれるんです。泊まれる。だからそれも僕らの交渉運次第。断られる理由って何ですか。例えば暴れる君だからとか。立ち直れないですよそんな言われて。そうだよね。21分で小風呂南駅に到着です。ありがとうございました。人いない。俺人いないっすね。っていうか名所見つけるの大変かもしれんぞこれ本当に。時間チェックしましょう。だいたい1時間ちょい見ようよ。はい。だからここら辺、うん、12時49。はいね。だからあと1時間1時間10分15分で見つけるんですか名所。よっしゃ。人いない。チップ、あ、チップはここに入れるんだ。俺人いないっすね。おはようございます。あ、おはようございます。あの旅番組をやってるんですけども、出発ローカル線聞き込み発見旅っていう番組なんですけど、はい、今この戸風呂南っていう駅、この駅で何かこうおすすめの場所、物、人、食べ物。この駅の周辺ですか。周辺です。とりあえずあの一旦近づいていいですか。テレビにいつも出てる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。で今探してるんですよ名所を。名所、これ1時間以内で戻ってこれる。だからこの駅近辺で歩いて行けて、はい、千原光晴が住んでたところはここからですね、はい、その電車の向こうだからやっぱり20分歩いてすぐに歩いて20分、歩いて20分、はい、いやでも行けるか。悪くないここに住んでたんですよ。そこキープ、うん、えのき社という、えのき社、はい、9月の、23、21に鈍感祭りで御霊がそこに泊まりに来るんですよ。行列があるんですね。はい、要するに太宰府からそこに来るんですか。で一晩泊まって帰るわけです。歩いて行かれるんですか。歩きです。そこはまっすぐこう、ここまっすぐ行って行けば道真の道真行く、行くね、行く、ここまっすぐ。私の帰り道だから。あ、じゃあ、はい、おお、いいですね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。どうも。え、お父さんのお名前なんておっしゃるんですか。私は滝口入道清家大学。滝口さん、はい、太宰府っていうのはもっともっと遠いんですね。太宰府千万が遠い。ここから行けば5キロぐらいあるんですよね。5キロ。あの海ある。おお、ちょっと大きいんじゃないですか。すごい、少しでも近づけるわけですね。そうですね。撮影の許可をいただき境内へ。ここで暮らしてたの。失礼します。えのき社は菅原道真が901年に太宰府に左遷されてから2年後に亡くなるまでの時を過ごした場所。おみこしを導く太鼓と鐘の音から名付けられた鈍感祭りでは、道真公の御神霊が太宰府天満宮本殿から戻ってきて一夜を過ごします。さらに近くにはもう一つの名所が。菅原道真が途中かば身をよこせおめの花春に出しとて春が忘れそうという歌があるでしょ。はい、その梅の原木を。あ、梅の原木。はい、梅の原木だって。梅の原木。梅の原木っていうの、要するにあの菅原道真が歌に読んだそのモデルになった梅。はあ、これすごいんじゃないんですか。日本一有名な梅ですよね。じゃあそういうことやね。はい、
ここです。ここほんとだ。 JR 鹿児島本線徳郎南駅で菅原道真の歌のモデルになったといわれる梅の原木を訪ねます。ここほんとだ。書いてるでしょ。あった。ほんとだ。菅原道真がここに流されてきて、翌日この梅花が飛んできてここに咲いたんです。ずっとあるわけですか、これ。ずっと、はい、昔からと言われております。すごいね。ということはもう1100年200年ぐらいですかね。あ、咲いてる。これでも色ちょっと不思議な色してますよね。そうですね。白っていう感じのちょっとこう黄色系の。菅原道真が太宰府に左遷された際、都の梅が道真を慕って一夜にして飛んできたと言われる飛び梅伝説。その飛び梅がこの梅の木なのだと言われているそうです。名所登録一つ目は菅原道真公にちなんだ榎木社と飛び梅の原木に決定。どうもありがとうございます。頑張ってください、はい、ありがとうございます。どうも、失礼します。ありがとうございます。はい、どうも。いやでもなんか幸先がいいですね。幸先もいいし、すがすがしいし、すがすがしい、はい、でさあお決めください。次がですね、鳥栖行きましょう。鳥栖、要するに乗り換えなきゃいけないんだよね、この鹿児島本線から長崎本線で。しかもご飯を食べようと。やっと来たね。ということで次は8つ先の鳥栖駅でランチのお店を探します。あ、また席が個性的ですね。今度赤ですね。車内で鳥栖駅のランチの情報を聞き込みします。こんにちは。中学生、地元、高校生、何子、鳥栖、鳥栖です。あ、鳥栖の高校。あ、違う、鳥栖の子です。鳥栖でお昼ご飯を食べようと思ってるんですけど、美味しいのありますか、鳥栖で。知らないから分かんない。名物鳥栖っ子頼むよ。え、もうあの本部のうどん有名なの。うん、まあまあ。どんな風に有名な。ホームのうどんが柏うどん。柏うどん有名なんだ。なんかよくサラリーマンとかが立ち食いで、うん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 、名古屋のきしめんで一番うまいのはあの新幹線ホームだ。ホームだって、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。列車は原田駅を通過、お隣の佐賀県に入りました。さらに聞き込みを続けます。すいません、今日はたまたま、はい、あのたまたま鳥栖に行くんですけど、なんか知ら情報とかなんか名物とか知ってます。アイスキャンデーの有名なところです。ヤオキキャンデー、あー、デザートです。ありがとうございます。ありがとうございます。35分で鳥栖駅に到着。ありがとうございました。ありがとうございました。これですか。これ中央圏。あ、すいませんね。どうですか、ここで急いで書き込んで書き込んでもう一軒行くっていう手もありだよね。頼みましょう。もうこれ頼みましょう。柏うどん。昭和31年、九州で初めて立ち食いうどんを提供したという中央圏。もともとは明治25年、鳥栖駅の開業とともに駅弁を販売。地元で知らない人はいない老舗です。一番人気の柏うどんは煮干しと昆布のスープに甘辛く炊いた鶏肉が乗った一杯。うわ、出た出た。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、うまそう。柏肉、うじゃあここにおきましょうか。乗ってますね、これ。うわ、柏のいい香り。いい香り。
これはもういただきましょう。いただきましょう。いただきます。うん、うん、うまい。ああ、やっぱりすごいさっぱりしてて、うん、鶏のこう甘みですかね、出てますね。うん、甘みとうまみ。これでも暴れる君、はい、女優さんと来てたらさ、はい、とこういうのはなかなかできないじゃないですか。ああ、確かに。え、立ち食いですかってこう。はい、え、ってこう。女優さんズズズズってやって嫌ですもんね。こんな腰曲げて。これ男同士の醍醐味じゃないかな。ね、名物こんな近くにあるもんですね。名所登録2つ目は伝統の柏うどんが大人気、中央圏に決定。ちょうど700円。ごちそうさまで。ごちそうさまでした。安いな。美味しい。まだ足りないでしょ。足りないですね。まだ時間が、あれ時間まず見なきゃいけないんだ。あ、そうだそうだ。次に乗る、僕らが乗るのが14時52分、うん、ということは1時間。あ、ちょっと余裕ありますか。ちょっとなんかブラブラしてみますか。はい。駅趣あるんですね。はい。屋根がなんか特殊な色。明治36年に建てられた木造西洋風建築の鳥栖駅は、鹿児島方面と長崎方面への分岐点として古くから栄えた交通の要所。九州で最も古い駅の一つとなっています。さっきさ、なんかお父さんが言ってたさ、アイスキャンディーとかって見てみたりする？あ、そうですね、ちょっと時間あるっぽいです。ちょっと聞いてみようか。ちょっとバス停の人に聞いてみましょうかね。こんにちは。今ちょっと八起キャンディーを探してるんですけど、ご存知ですか？うん、聞いたことあるけどね。あ、向こうの方にあるよ。どう、あ、すみません、どちらですか、八起キャンディーって。どこ？そこ歩道がね、ずっと行きよっと、すぐに、うん、看板がある。ある。近いですか？近い近い。手作りのキャンディー、うん、ありがとうございます。ちょっと行ってみます。ありがとうございます。はい、いいじゃないですか。なんかこうやって美味しいもの食べて、ね、最後にこうデザート、デザートまで。あら、キャンディーってありますよ。ほら、うわ、何この趣ある場所。長崎本線の鳥栖駅でおすすめのアイスキャンディー屋さんを訪ねます。あら、キャンディーってありますよ。ほら、わしか電気ついてる。ほら、うわー、なんかいい場所あるな。ヤオキのキャン、あれ、あー、書くんだ、ヤオキのキャンディーって。店内入り口はあちらっていうことは、うわ、何この趣ある場所。うわこれですよ、これね。タイムスリップしたみたい。なんかでも九州ってこういうとこあんだよね。どこ？スナック赤坂のことですか？わからん。なんか書いてある。ヤオキのアイスキャンディーすぐそこ。やっぱここなんだ。電気ついてるからちょっと開けて。あ、お休みなんだよ、きっと。休業日は不定ってなってるんですよね。だからここが開いてないんだ。あ、うわ、これすごい。ちょっと食いたかったな。いや、めちゃくちゃ食いたかった。やってないんだ今日。残念だ、はい、うん、本当だ。で、ここいいですね。なんか1軒目2軒目じゃ終わんないこんなさあ、こんにちは。あ、テレビ。そうなんですよ、今ね、テレビでね。あ、皆さんご飯食べてんのね。いや、シルバー会。シルバー会。あ、シルバー会。どうも、こんにちは。お邪魔します。ここの地域すごいですね、飲食店が集まってて。そうです、ね、どういう地域なんですか？夜はすごいですか？夜はすごい。8時頃やね。8時頃ですか？夜は賑やかですか？いや、あのね、アイスキャンディーの、八起さん八起さんが美味しいっていう噂で、はい、取材に来たんですけど。大正町に行けばいいじゃない。大正町、弟さんのお店がある。歩いて何分ですか？3分ぐらい。3分、うん、本当5分。え、ちょっと待ってください、教えてください。ね、うん、じゃあそっか、公園の方がいいや。ど
どういうこと？5分だったらちょっと行けるかもしれない。行ける行ける。そこの公園があるでしょ、はい、あれをまっすぐ行ったらね、うん、左へ行く道があるの。左へ曲がる道が、うん、そうするとそれがちょっと坂になってるから、うん、それを右って、ま、右に曲がったらすぐ、うん、ありがとうございます。支店、支店、八尾町支店、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、ちょっと行きましょう。ちょっと、ちょっと公園ってどこですか？わかんない、多分そこじゃない。じゃあす、こんにちは。すいません、八尾木のキャンディー行きたいんですけど。細い道を出て右側に曲がってしばらく進んだら。 ありがとうございます。ありがとうございます。あと14分、帰る時間考えると何ができるんですか？14分でアイスキャンディー買う。どこ？あれだ、ぜんざい。本当だ、八尾キャンディーあった。販売窓口ですね。ああ、いいじゃないですか。営業中だって。すいません。あ、ピンポンありません？ないか。ない。ごめんください。あ、すいません。あ、すいません、こんにちは。ね、今の BS ジャパンという旅番組で、はい、あの八尾キャンディーをちょっとちょっとあの、ちょっと時間がなくて、あのカメラも回してていいですか？はい、いいです。ありがとうございます。今本店に行ってきたんですよ。あ、そうですか。はい、そしたらやってなくて、でそしたら町の人に聞いたらこちらで、はい、やってるよってことで。じゃ、味ないんですか？味。一番売れ、これが定番で、定番、一番おすすめは、僕ミルク。あ、僕もミルク。じゃあミルク2本。レトロ感漂う八尾木キャンデーは昭和23年の創業、地元で長きにわたって愛され続けるお店です。大正町店で買えるアイスの種類は12種類、すべて手作りで、保存料や着色料を一切使わない素朴な味が人気です。これなんかもう時間ないね。うわ、ありがとうございます。これ手作りなんですか？そうです。割り箸斜めに刺してある。あ、本当だ。この自家製感がまたいいじゃないですか。いただきます。かたい、でもうまい。おいしい。なんていうの、氷っていうか、うん、ペタッとくっついちゃうね。手作り濃厚ですね。八尾木の由来って何なんですか？七転び八尾木の八尾木。な、これでも起き上がるという。名所登録3つ目は鳥栖の懐かしいスイーツ八尾木キャンデーに決定。残念ながら大正町店は先月をもって閉店、50年の歴史に幕を閉じましたが、現在は最初に訪れた京町店でアイスキャンディーを味わうことができます。慌ただしくてすいません。すいません、ありがとうございます。じゃあ出ます。すいません、ゆっくり食べたかったな。よいしょ、急がないと。ここだ。よっしゃ、じゃあ佐賀来た。佐賀、佐賀、今日は最終目的地、はい、佐賀。次は長崎本線に乗り換え、七つ先の佐賀駅を目指します。佐賀だと、うん、そうしようか。長崎本線は明治時代、九州鉄道が佐世保線と大村線のルートを建設。当時福岡や佐賀と長崎との往来には長い時間がかかりました。しかし昭和9年には現在の有明海沿いのルートが開業、移動も便利になりました。
これで三つでしょ、はい、でこれで佐賀行ってまず宿決めようね、はい、実はね俺佐賀一回泊まったことがあって、はい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 、すごいいいとこいっぱいあってなんか俺が教えたいぐらいなんだね。そんな詳しいんだ。31分で佐賀駅に到着です。じゃあじゃあさあ来ました、着きました佐賀です。佐賀ですね、観光案内所も情報収集にはダメなんですね。そうなんですよ。こっちどうですか、発展してるじゃないですか。まずああいうお父さんとか、お父さんどうかな、お店の方、あお店の人かな。駅ビルのお店でおすすめの宿を聞き込みします。こんにちは。ああじゃあどうも。実はですね今ローカル線の旅をやっておりまして、この佐賀で宿をちょっと探してるんですよ、うん、いいお宿、いいお宿、なんか旅館、歴史がある旅館とか。どこですか。古湯。古湯、温泉、温泉、温泉があるんですか。うちじゃないけども、うちじゃないけど、ちょっと少しバスで行くと、バスでに30分、隠れ線という昔からの、うん、その温泉宿があるんですよ。は、隠れ井、隠れ線、隠れ井線、行かれたことあったりするんですか。あります。温泉がぬる湯ですね、うん、ぬる湯、うん、ご飯も美味しい。美味しかったですね。美味しかった、美味しかった。佐賀牛とかね、佐賀牛、出ると思います。隠れ椅子ですね。これ持ってってもいいですか。いや持ってってもいい。はい、隠れ椅子です。あ、もしもし。はい、ですね、はい、私あの俳優の相島というものなんですけれども。はい、はい、実はですね今あの、はい、BS ジャパンの旅番組で本日泊まれるかということと、カメラで取材をさせていただいていいかっていう、あのお泊まりはちょっともうお部屋が空いてないんで。もう空いてませんか。空いてないんだ。わかりました。どうもありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、いやそれだけいいお店ですね。いいところなんだね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。温泉宿に狙いを絞り聞き込みを続けます。携帯も聞いてみる。うん、こんにちは。あのすごい、ちょっとお話聞かせてもらっても、BS の旅番組やってるんですけど、いいですか。宿をね、はい、探しない、もしくは古湯、あ、はい、温泉があるんですよね、はいはい、そのあたりで、はい、いいところっていうのなんかすごい趣があって風情があるとかそういうことで、なんか1ポイントおすすめする場所があるかな。ここいいとこっていうのは聞いたことがあるでもいいんですよ、自分が行ったことがあっても。古湯オンクリっていうところなんですけど、うんうんうん、そこはどんな旅館なんですか。多分最近、うん、っていうかここ何年前かぐらいできて新しいんですね。多分新しくて綺麗だと思う。綺麗けど、よく雑誌とかよく雑誌で見てる、うん、それ口コミですよもう、うん、電話番号とかって分かります。オンクリのおすすめの宿の連絡先を教えていただきます。なんかいいじゃないですか。シャトルバスとかも止まって、え、シャトルバスもある。無料シャトルバスが、あ、こっから出てる駅前にたまに、やった移動手段はもう確保ですよ。確保ですね、確保ですね。そう思います。あの、聞いてみてください。あ、ちょっと電話しましょう。どうも、オンクリだ。お電話ありがとうございます。クレヨン社オンクリでございます。あ、もしもし。はい、もしもし。ですね、私あの俳優の相島と申します。今ですね BS ジャパンの旅番組で本日今日を男性2人、あばれる君です。あばれる君です。1暴れ2暴れ3暴れ、あばれる君です。もしもし。はい、今のは気にしないでください。あのあばれる君と2人でですね、あの2部屋で空いてますかという。2部屋は押さえることは可能なんです。ほうほうほう、テレビの方なんですが、はい、ちょっと今うちの支配人の方が席外しております。はい、支配人の方と連絡が取れればっていうことなんですよね。こちらからの折り返しお電話っていうのは入れさせていただくことなんで。じゃあもしお決まりになって、宿からの返事を待つことに。
よろしくお願いします。いいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました、お仕事中すいません。よっしゃ、じゃあちょっと駅外行ってみましょうか、はい、吉野ヶ里さあ来る時に何か見たね。宿からの連絡を待つ間に佐賀駅周辺のおすすめを聞き込み、シリアンライス、シリアンライス絶対親子ですよね。髪型で分かりますよ。するとあ、もしもし、もしもし、あ、私古湯温泉おんくりの真島と申します。あ、お待ちしておりました、おんくりさん、暴れるです。先ほどはお電話ありがとうございます。はい、今日私どもの市販の方確認取りましたところ、はい、撮影できる場所とできない、まあ、場所がある、はい、というのにお話でよければこちらの方でのご宿泊、はい、あら、ありがとうございます。お迎えができる場といったところで、はい、17時頃にピックアップでしたら可能です。あー、もうバッチリです。いいじゃないですか、完璧でございます。送迎もお願いできることに。午後5時、送迎バスが待つ駅北口へ。お願いします。お願いします。ですね、おんくり、いよいよ宿だ。よかった、相島さんのおかげです。いやいや、暴れる君のおかげです。ありがとうございます。佐賀駅からおよそ20キロ、バスは加瀬川沿いを北上します。あ、あそこだ、おんくりって書いてある。え、おんくり、あそこ、お城みたい。うわ、すごい壮大ですよこれ。ほんと、あ、ほんとだ、でっかい。佐賀駅から35分で到着。よいしょ、おお、すごいね、新しい、やっぱりフレッシュですよ。大きいですね。あ、うん、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。すいません、電話で予約させてもらった相島と暴れる君なんですけども、あ、すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。キーですね。早速お部屋へ案内していただきます。これ何部屋ぐらいあるんですか、トータル。44部屋。どうぞ。あ、失礼します。うわ、はい、すごいじゃないの。うわ、いや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 、素晴らしいですね。今回はこちらの和室タイプのお部屋に宿泊します。佐賀の奥座敷古湯温泉にあるおんくりは6年前にリニューアルしたリゾートホテル。男湯女湯合わせ15種類もの趣向を凝らした天然温泉を楽しむことができます。古湯温泉はぬる湯として知られ、温度は38度、体に負担がかからず長時間浸かれるため湯治に最適と言われています。二人も露天風呂へ。おお、いいですね、これ。これいいね。いや、これはいい。お湯はね、こうすべすべな感じですよ。ちょっとぬるめですね。ぬるめです。ぬるい。ぬるめだから長く入ってられる、これ。うん。匂いしないですね。しないね。うん。へえ。あそこ、あれ打たれてえな。打たれて。打たれて、打たれてこようかな、うん、打たれて、打たれて、打たせ、うん、おー修行僧、滝行じゃないですか、これ。気持ちいいことあるんですね。いや、最高だ、これはいいね。よいしょ、あー、いい、あー、でも暴れる君がやってるとなんか本当修行僧だよ。なんか相島さんやってると土砂降りに立ってるサラリーマンみたいな。いやー、すげえな、ここ。いやー、いいぞいいぞ、よいしょ、本当だ、
これいいわ。こっちちょっと厚めですね。あ、本当だ。なんか野郎の二人旅もいいもんですな。いいもんですな。立ち食いそばに、立ち食いそばに、女優さんだとこうやって二人で入れないもんね。まずあんな走れないんじゃないでしょうか、女優さんは。そうね。この後はまたちょっとあれですよ、ちょいちょいとこうちょいちょい飲んで飲んで、また一風呂一風呂。これはいいわ。お待ちかねの夕食は1階の宴会場でいただきます。もう1個いきます。おうん、まいねこれね、うん、温泉宿でお待ちかねの夕食です。地元の山と海の幸を使い、彩り豊かな和洋折衷の懐石料理をいただきます。イエーイ、お疲れ様です。どうもです。いただきます。あ、なんかやっぱ男の旅ですね。男の旅ですね。こちらが前菜の方になります。前菜、野菜の押し寿司だから。うわ、これインスタ映えなんで、私ちょっとです。あ、でもいい、いい見た目です。ありがとうございます。見てこれ、おしゃれだね。さっぱりしてて野菜が美味しい。僕はこれごぼうと佐賀牛ですよ。いただきます。ごぼうで最高の牛、佐賀来たら牛ちょっと食べたいもんね。はい、香りがいいですよ。旬の作りはお好みの塩でいただきます。これはインスタ映えですよ。ほら、すっごい。何入ってんすか。相島さんにピンと合ったじゃないですか。本当だ。まあ、しかも赤らがおやだ。僕レモンパウダー。レモンパウダー。サワラをレモンパウダーで。こんなもんですかね。うん、柔らかい。わ。ああ、合いますわ。馴染んできます。おいしい。横割れです。ちょっと行ってみます。その塩を文字を言ってみようかな。文字を。ちょっとこれ。持ってもう感じるんですか。若干感じます。あの青い、なんか感じる、うん、これでもね、醤油の方がいいです ね。これは醤油の方がいい、うんうん、でもこれが本音ですからね。こういうこんな塩に忖度しないですからね。もし塩に忖度しないよ ね。こっちの白身が、はい、この塩がいいかもね、はい、うん、こうやって勉強していくんですね。そうですね。あとこちらがブイヤベースと申しまして、はい、海鮮の。うーん、海鮮、はい、石が焼き上がったので入れさせていただきます。すみません、はい、気をつけてください。はい、大丈夫です。おー、もう一個いきます。おー、おー、いいですね、この湯気ね。じゃあいただきます。いただきます。あー、うまい。あ、このスープがなんか魚介の出汁が出てますね。ほんと魚介の出汁がよう出とる、うん、なんかこう洋風のスープってやつですね、はい、肉料理は豊かな風味が特徴の佐賀のブランド鶏、三ツ瀬鶏と桜ポーク、照り焼きソースと卵黄ペーストでいただきます。うん、確かにちょっとすき焼きっぽい感じもする。うん、うまいね、これね、柔らかい。名所登録4つ目はぬる湯と懐石料理が楽しめる古湯温泉オンクリに決定。明日なんですけど、はいはいはい、実はあの強力な助っ人が2人、はいはい、僕らに合流してくれるらしいんですよ。わー、この心強い。で、だから4人でまず佐賀の駅を要するに長崎方面に出発する前に一つ名所登録したい。そこで佐賀駅周辺のおすすめを宿の支配人に聞き込み。何かございますか、佐賀といったらここ。佐賀といったら
今年がちょうど明治維新150周年の記念の年で、うん、はい、あの佐賀城の跡地。佐賀城、はい、佐賀城、お城自体はもうないんですけども、はい、当時のその門、シャチの門という門がまだ残ってますので、うん、はい、そちらと、あと絶対行くべきです、はい、鍋島直政公が、うん、あのいらっしゃった、なんて言うんでしょう、今というか、うん、そういうところをあの復元したあの歴史資料館、歴史資料館が今できてるんですね。あ、ございます、はい、あ、1時間あったら回れますかね、はい、大丈夫だと思います、はい、ちょっとじゃあ明日佐賀城行きましょうか。はい、行きましょう。 JR 鹿児島本線と長崎本線を乗り継ぐ聞き込み発見旅、初日の名所登録は4つ、2日目は松本明子さんと森尾由美さんが合流します。おはようございます。おはようございます。この日最初に乗る列車は10時35分、その前に女性2人と佐賀駅で合流し、支配人おすすめの佐賀城跡で名所登録を目指します。素敵なホテル、どうもありがとうございます。ありがとうございました。また行ってきます。はい、行ってらっしゃいませ。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。よっ、2人と待ち合わせの佐賀駅まで送っていただきます。4人で行くっていうのもすごいよね。うん、まとまんのかな。ありがとうございました。ありがとうございました。どっかでね、あの待ってるっていう話なんだけど。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。待ってました。あ、よかった、お疲れ様。佐賀駅で合流したのは、共に1983年のデビュー、タレント松本明子さんと森尾由美さん、今年で芸能生活35周年の2人です。昨日の成果はいくつ？昨日ね、4つ、4つ稼いで、あのー、今日はまず最初にもう佐賀といったらここしかないっていう佐賀城に行きましょうよ。佐賀城、絶対そこ、絶対そこ、佐賀城、佐賀城、歩いてね20分。だから早いっすよ。ちょっと行きましょう。2、3個行けるんじゃないですか、名所。もうとにかく行こう、ね、とにかく行こう、とにかく行こう。どっちから行こうかな。佐賀城ね、こっち、向こうだ、向こう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 、向こう、じゃあぐるっとぐるっと、どっちどっち、こっち、あっち、あっち。長崎本線聞き込み発見旅、ここからはしばらく4人で旅します。お城ってあるんですか？あります。あるんですか？ね、全部は残ってないんですよ。あ、そうですか。こちらね、城跡なんだけど、はい、もうその間にね、そのお城の周りに結構いろんなのがあるんで。あ、そう、ほら、あの川みたいのが流れてるんですけど、はいはい、これがね、なんかこうお堀からの支流みたいな、ちょっと詳しいことわかんないんだけど、じゃあ城下町なんだ、ここ。城下町、城下町、ここ城下町だから、ちょっと石畳になってきましたよ。でね、そうするとね、カッパとかがね、カッパ、カッパ、カッパ、いたいた、カッパがいるの？じゃ水がきれいってことなんじゃないですか？あー、いたいたいた、どこに？加速ど真ん中に鎮座してますよ。本当だね。カッパがいる。暴れる君に似てない。いや、ちょっと待って。あんな頭してます、僕。暴れる君だよ、あれ。隣行って同じポーズしていいですか？暴れる君だよ。何ちゃん？何ちゃんなの、あれ。ちょっと気をつけて。ここは緑ちゃんだって。緑ちゃん。緑ちゃん。しかもカッパがね、いっぱいいるんですよ。この、この。ほら、そっくりじゃん。緑ちゃん。緑ちゃん。カッパくん。そっくり。町の中心を流れる松原川は、カッパが住めるくらい美しい川にしようと、市民によって整備された憩いの散策スポット。佐賀の町は水の里百選にも選ばれています。もうね、いっぱい面白いのがあるんですよ。でも今日はもう時間ないから、うん、もう佐賀城を目指しますね。佐賀城ね。あ、立派なお堀、すごいよね。これすごい。これは大きいよ、ね、これが中心部ってことですか？そうです、もう城の、この中にお城が建ってたんですよね。まだある、うん、これ、うわ、立
寄り道したため駅から30分で佐賀城跡に到着。鍋島湖下の名前。うわ立派だな。立派だね。これも当時のままなのかな。でしょうね。これはそうなんじゃない。よく取ってくれたね。これで守ってたんですね。あ、そうだ。撮影交渉。そうだ。これどこで撮影交渉するの？なんか受付とかな。突然の訪問、許可をいただけるでしょうか。聞いてみましょう。あ、すみません。ここの方。BS ジャパンの旅番組なんですけれども、アポなしで申し訳ないんですけれども、ちょっとだけあのこの佐賀城の取材をさせていただくことはできないかなっていう。断る。いや取材は基本的にもう大歓迎。ああ、ウェルカムウェルカム。ありがとうございます。ここだけ見とけっていうポイントありますか？ちょっとね時間がね、また佐賀駅戻んなきゃいけなくて。ありがとうございます。すいません。撮影許可をいただき、歴史館を案内していただくことに。復元したという。それがこのかつての。36万石の栄華を築いた佐賀城跡にあるのは10代藩主鍋島直正の本丸御殿を再現した佐賀城本丸歴史館。本丸御殿とは藩主が政治を行い生活をしていた城の中枢を担う建物。復元されたのはおよそ2500平方メートルもの規模。木造としては国内最大級の復元建物です。うわ広っ。何これ、なんかさセットみたい。本当だ。これ廊下、はい、これ何メートルあるでしょう。40メーター。さすがですね。45メーター。はあ。でもあの小学校のプールぐらい。プールね。プールぐらいと思った。廊下って答え出た後50、50って